関わってらっしゃるそのなんとか株式会社の人は、うんうん、なんだろうな、すごく労力をそれに先割いて言ったりしないのかな。それが その関係って成長がないっていうか、あ、その株式会社さんがね、お得意先がいろいろやってあげてるんだけど、それはなんか自転車操業のようにずっとやり続けなくちゃいけないわけですよ。あの、なんでしょう、あのプライベートブランドに関して、クローズアップ現代で取り上げられていたことがあって、まあ、最近もまた取り上げられてたんですけど、大手の、まあ、伊藤洋華とのでかい会社がプライベートブランドに頼むんですよね。それ結構無理を頼む。でもそれをしてあげることで伊藤洋華と、いやいや伊藤洋華じゃない伊藤洋華と違います。でっかい、でっかい EV 商品、そう、伊藤洋華と全く違うけどでっかいなんてプライベートブランドを持ってる。どこでもありますよね。ありますね。イオンとトップバリューとか、トップバリューとかいろいろありますよ ね、でそれをしてあげるから、大手は切れないんだけど、その子会社はもう疲弊してるんですよ。ずっとサービスし続けて、しかも1年後にその会社が成長してるか、その後継下請けが成長してるかっていうとしてないんですよ。ずっとその親会社にこびること、こびちゃいない、いませんが、こびることによって繋いでるけど、それは1年後に何にも変わってないんですよ。聞いたことあります。なんかその PV 商品ってすごい低価格じゃないですか、はい、例えばですけれども PV じゃないか、はい、PV かいいんですよ。で、なんか例えばですけれども、はい、自分の商品だと150円っていう形で商品に並べることができるのに、そのプライベートブランドで全く同じものでもそっちのパッケージにして120円で売られてるとか、そうね、なんか結果として自分の首絞めてるみたいなことになっちゃう。で、本当に抜け出すためには、この会社じゃなきゃできないっていうことを持つことで、そのためには何かさっきの矢印のエッセンシャル思考のように、ある方向に達していかなきゃいけない。行為じゃ行き詰まるってことですか？行為は成長につながらない。いいこと言った？なんか博士がその今の話の一番最初に言った、人をなんか手伝ってあげるみたいな言ったじゃないですか、はいはい、それは無駄だって言ってる？言ってるんですよ。分かってない。私はもうさせる博士と思いました。しかもね、この人が言ってるんじゃなくって、この人が言ってるんじゃなくって、もっと偉い人が言ってる。もっと偉い人、もっと偉い人、マキュン超え、マキュン超え、偉い人っていうか、あのあれです、ドラッカーが言ってる。ああ、あの人ドラッカー、ピーター・ドラッカー、はい、で、生産性がないと、そのことは。で、そのエピソードが引用されてるんですよね、ドラッカーのエピソードが。なんかあの有名なジャーナリストの人がドラッカーに取材を申し込んだんです、うん、はい、あのドラッカーがもしも女子高生だったら有名なドラッカーもしドラのドラですよね。で、そしたら断られたんですって取材、はいはい、でもそしたらそのドラッカーから返事が、その断りの手紙が来て、それにすごい感動したから、それをそのまま引用してると、その人は引用して紹介してると。で、なんか私はその生産性のないことはやらない主義、やらない主義って言って、まあ、詳しくはドラッカーぐらい偉くなったら言えるよ、下請け会社言えないよ、やらない主義。いや、はい、じゃあさようならみたいな。なんかいつもそれ、そのことは、あのそういう依頼は全部断ることにしてるんですって書いてあって、はいはいはい、なんかすごいいいこと書いてあったのに今パッと出ないんですけど、どこだったっけな、そう、でもなんか博士が言ってることと同じこと言ってました。なんか人の、あの仕事を手伝ってあげることは何の生産性もないことだってでもそれって多分そういう厳しい世界にいた人はみんな味わってるはずなんだよな。なんか3年後に成果を求められるとかになると、人を手伝ってる場合じゃないっていうか、そう、人を手伝ったところで何にも生き残れないんですよね、1年後の評価に何もつながらない。そうそう、なんかあの別に言葉、あ、あったあった、おきちゃん、はい、現代マネジメントの父と呼ばれるピーター・ドラッカーも脳を言う達人だったと書いてあって、まあ、イエスの脳ね、はい、人は脳という勇気のある人を高く評価し尊敬するって書いてあるんですよ。で、まあ、フロー体験の研究で知られる心理学者ミハイル、チルメント・ミハイルね、あ、そう、そうです、ジャーナリストじゃなかったミハイでした、ごめんなさい。そう、なんかすごいですね、有名人同士のなんか一騎打ちみたいな、この本の中に一騎打ちって戦ってないけどねそう、
まあ、心理学者ミハイ・チクセントミハイは、待って待って待って、ミハイ・チクセントミハイって絶対親がミハイを2つ言いたかったのそうそうそうなんでこの名前にしたんだろうって、ね、私も山田山田みたいなことあるね、あれめっちゃ山田がいいよちょっとパリンドローム的なのがあるよ、うん、そうです。かつてドラッカーに創造性に関するインタビューを申し込んだが華麗に断られてしまった。華麗に断ったんだ、はい、その手紙、うん、そう、ここはなんかあのうまく拒否するっていう章なんですよ、うん、そのエッセンシャルにするために、はい、で、その手紙に感銘を受けたミハイはそれを一字一句紹介していると、うん、で2月、あのちょっと紹介しますとですね、うん、2月14日の手紙を拝読し非常に光栄に思っております。貴殿のご活躍は常々拝見しており多くを学ばせていただきました、うん、そのようなお方を失望させるのは非常に心苦しいのですが残念ながらインタビューに答えることは不可能なのです、うん、創造的と言われましても私はその意味を存じておりません、はい、私はただ地道に進んでいるのみです。無礼なやつだとお考えにならないでほしいのですが私にとって生産性の秘訣とは創造性は分かりませんが生産性は信じます閉じ、うん、特大のクズカゴを用意し全てのこうした誘いをその中に入れることなのです。これまでの経験から言って生産性とは他人の仕事を助けることではありません。天から与えられた才能を最大限に生かすべく持てる時間の全てをそこに費やすことなのです。才能がある人はそう言えるよあとなんかそれより前に、2009年にその勝野和代が断る力って本を出してるんですよ、ね、手をバッて前に出してるあれ大批判だったんですけどでもこれも似たようなこと言ってるんですよね、うん、なんか仕事は断らないとダメだと。そうそう全部やってたらあの疲弊してしまうだけだ、うん、と見てますね。でもそういうのありませんか、 なんか会社とかで見てても、うん、なんか何でも引き受けてくれる人ってどんどん頼まれるけど、うん、はい、なんか僕の中では無能のカテゴリーに、うん、そう、うん、なんか無能とまでは言わないんですけどそれでこう結構疲弊しちゃってストレスもたまるし。でもそういう生き方を選んでるんだろうな、うん、なんかでもそういう仕事を頼みやすい人っている、いますよね。ちょっとでもすっごい意地悪な言い方すると、うん、それって舐められてるのかなっていう。それはある。でもその人自身もそうしたら会社に置いてもらえるとか、うん、そういう役割と思ってでもそれは違うぞって言いたいけどね、うん、それは一番最初に首切られるぞって言いたい、うん、前サラリーマンだった時に、はい、それで出世する人がいた。だから通りあってその成果を出して、はい、その持ち上げられてる人と、はい、頼まれたことを引き受けてなんかみんなと一緒にタバコとか吸いに行ってなんか飲み会とかすごい参加して、はい、可愛がられててっちゃんてっちゃんってなんかあだ名で呼ばれてっちゃん、ね、急に話がリアルでそうでてっちゃんは出世してると。今多分止まってますよ出世。止まって部長になったら若いのに。そのでもそれはなんかその引き受けてるからっていうことじゃないですよね。コミュニケーション能力が高いとか。それで言うと、うん、僕はその人間関係を、まあ、3つに分けてて、そのうちの2つがとても重要なんですけど、1つはいつも言ってるんだけど利害っていうね、うんうん、相手に利害を与える 利益を与えるとその人は会社から必要とされる。それが多分エッセンシャル思考と関係してると思うけど、もう一つは仲間が敵か。仲間はみんな大事にするんですよね。だからなんだろう、最初にもしある人と敵になっちゃうと仕事で何か成果を出そうとしても足を引っ張られたりするんですよね、うん、だから仲間になると大事なんですよ、うん、てっちゃんみたいに。なんか仲間に入れって言ってましたよね、なんかの時、はい、言いました。でもう一方で利益も与えなくちゃいけなくて、この2つを与えると出世していくんですよね。あともう一個は何ですか。あともう一個は社会っていう、だから会社で言えば会社の文化とか、たとえ相手の役に立って相手と仲間になっても会社の文化に沿ってないとまた排除されるんですよね。うん、あ、そういえばてっちゃん成果も出してた。出してた。すいません。いやいや、でもそれはでもあのさっきで言う全方向に出てる矢印をしながらも、うん、成果を出してたってこと。そうですね、本当は誰かと誰かの言うことしか聞かずにあとはできませんって言ってたわけじゃなくて、私も結構太鼓持ちがうまいとか。そうそう、なんか2人ぐらいの上司だけに媚びてるみたいな。有力な上司に気に入られてたとか。でも上司には気に入られてた。それは大事ですよね。またそうだね、スペシャル思考と思ったらちょっと別のさ、どこだろう。いやいや、そのバランスの取り方だよね。すごい疲弊はしたけど疲れてた。ちょっとだとするとそれ、あとエッセンシャル思考に話を戻すと、果たしてそれが効率、最大効率かって話がある。
こいつは悪い気がする。てっちゃんの話ですもんね。だからてっちゃんのようなことをしなくても出世したかもね。ああ。そもそもてっちゃん気づいたんですよ。あれ？あの仕事やってあげてたのあんまり意味なかったなみたいな。わかんないけど。いや別に無理に納得しなくていいですよ。でもわかります。うん、ここのエッセンシャル思考ではそのあらゆる仕事を引き受けるっていうことは何も考えてないのと一緒だよって言ってるんです、うん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 、だから自分で選択してこの仕事をやろうってそこにコミットして最大限の成果を出すっていうのが一番エッセンシャル思考的な考え方なんですけど、うんうんはい、そうしない人っていうのはそのいろんなあらゆることを引き受けちゃって、うん、でもそれって自分のあの意思で決まってるんじゃなくてもう人に言われるがまま流されてるよねっていうことで、うん、それは自分の選択がないからそういう人生になりますよって言ってます、うん、また厳しいこと言いますね、うんうん、緑さんありますか、ここまで、うん、何もなかったら何もない別にいる場合なんで何もないことないんですけど、はい、なんかまだついていけないんですよ、なんか、はいはいはい、いいですよ、ゆっくり、なんだろう、いつもこう見てるところに自分がいてなんだろう、まだなんだろう、この空間に、なんだろう、私ここにいるんだけど、いや、その気持ちはね、まだなんかこっち側から見てるみたいな。昔僕はなんかテレビとかで、なんか例えば「ほんまでっか TV」とか出てた時があって、その時に同じ気持ちだった、うん、あテレビで見ててるけど今ここにその「ほんまでっか TV」とかに出てるけど、うん、近くで見てるなといううちに番組が終わってた。いやなんか頭になんかこうごちゃごちゃしてちょっと入ってこないかな。わかるわかるわかる。私も結構ずっとやっぱり最初そんなことだったね。でもエイプリルさんとかミントさんとかサイバーさんとかずっとあの YouTube で見てたから、確かになんか本物だよっていうのそっちでちょっとむしろなんだろう、もう心の中じゃちょっと呼び捨てぐらいな感じ、はい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 、あのタモリがみたいな、そうそうそうからそうそう、うん、すごいわかります、すいません、あいいえ、じゃあ戻りましょうか、はい、はい、そうですね、なのでまあどこまで思考モデルについてさっき話したんですけど、まあ人はなぜ方向性を見失うのかっていうことを言っていて、うん、それ原因としては選択肢が多すぎること、うん、あと他人の意見がうるさすぎる、確かに他人の意見に左右されてどれをやったらいいのかそう分かんなくなってると、うん、であとはなんか今欲張りの時代でテレビもっていうかそのいろんなメディアとかあの、うん、がその全て何もかも手に入れろ的なことを言ってくると、はいはい、快適生活、ね、そう、それが一番なんかいいことだみたいなあの思想にされてるけど実は違うんじゃないかっていうふうに言ってますね、うん、ちょっといいですか、はいはい、あの特に女性ってよくその雑誌とか見ると、うん、私は母であり妻であり女ですとかうるせえってちょっと思ってみたいな、確かにね、まさにこの欲張りで きつくないですか、 なんか確かにそれはしかも他人の意見がうるさいとの関係してそうだね、あそうですね、あ確かにそう、私すごいですよね、本当にもうそれをなんか理想みたいにして、うん、あの出してくるから、うん、そうしなきゃそうならなきゃいけないのかなって思っちゃうことってありますよね、うんうん、それがまさに僕ら3つ目の自分の社会なんですよ、あ文化、そう文化、それらが我々をこう左右するんですよね、うんうん、そうそう、でももしじゃあそれをしてないとしたら結構なんていうか世間から厳しい目を受けたりするよね、うん、そうなんですよね、うん、だから自分はいいって思っててもなんとなく哀れみの目で見られるかわいそうとかね、あるいはなんだろうあの人常識外れですねみたいな、でも逆になんか、はい、嘘っぽく見えて逆にかわいそうに見えちゃう、そう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 それこそまさに自分がなくて誰かが作られたなんか幸福に乗っかっちゃってるとか、うん、そうそうそう、あるいは本当は Facebook では充実しているように見えるけど、あるいは Instagram とかでね、うん、よく見れば悲惨みたいな、うん、そういうこと、うん、はいはい、あのなんだろう、美魔女とかってすっごい美人だし、うん、下手したら娘と姉妹って間違われるんですとか、はいはいはい、であのYahooかなんかの右側に広告が出てたりとか、そうそうそう
この人何歳に見えます？知らんかなみたいな。でなんかご主人もだからお金がすっごいあるから、うん、そうやって自分も美容になんかこうつぎ込んでるんだろうけれども、はいはいはい、なんか大体私の友達とか私と同じで意地悪なんで、うん、絶対ご主人に浮気されてるよねとか、うん、そういう、うん、それは嫉妬かな。そうそうそうそれもそう入ってるんだけど、ちょっとそんなに幸せいっぱいっていう何もかもできますみたいなね。なんかでもね、それそこであなんか今言おうとしますか、ミントさん。いえ、あ、博士の意見を聞いてから言いたいです。話変わっちゃうかもしれませんけど。あ、いいです、はい。ところが、7つの習慣っていう本とか、まあ、7つの習慣にしよう、いや、あともう一つ、イノベーション・オブ・ライフっていう、あのクリス・テンセンさんが書いた本には、バランスを取れって書いてあるんですよね。例えば7つの習慣では人というのは1個のことをやるとやばい問題が起きる。例えば仕事を しすぎると家庭が崩壊したりとか、なんかバランスを取ることそのものがとても重要だと。で人は、同時にいくつもの役割を果たしているんですと。例えば母親とか妻とかあるいは社員とか、でそれらがバランスが取れずに1個だけしてしまう人が、人生においてとても多い。だから仕事はうまくいってるけど家庭を崩壊してるとか、でそこまでいった、そこまで上り詰めた後で、うん、私本当にこれをしたかったんだろうかと思うだろうと。なので7つの習慣では、自分の役割を全部書き出すんですよ。でその役割をバランスよく取ることを自立するとかって言うんですよ。これなんかエッセンシャル思考と違うんじゃないって言いたいんだよね。ちょっと違います。はい今の話の1個前に戻っちゃうんですけど、はいはいはい、今の話は今の話で受け止めたとして、はい、さっき人を、うん、まあ、その社会に押し付けられたその理想みたいな話があったんですけど、うんうん、ここでなんかオーストラリアのホスピスで看護師をしていたブロニー・ウェアは死を迎える患者たちが最後に後悔していることを聞き、ね、よくありますよね、はい、記録し続けたと、うん、その結果最も多かった答えは他人の期待に合わせるのではなく自分に正直に生きる勇気が欲しかったというのが、うん、一番自分の人生を生きるとか自分の生きたいように生きる勇気が欲しかった、はい、そうそう、自分に正直に生きるというのは単にわがままになることではない、不要なことを的確に見定め排除していくことだ、うん、そのためには無意味な雑用を断るだけでなく魅力的なチャンスを切り捨てることも必要になる。でもそれも反論したいよね、はい、そもそも死ぬ直前って不安定な状態だろう確かにじゃあ時間を巻き戻してその時代に戻ったら、うん、自分の好きなことできるかって言うと別にできないというか、したいと思えないというか、うん、わかりますかね、死ぬ直前の不安定な状態だから好きなことしたかったって言ったんじゃないのって言いたくなっちゃうからね。その反論もあります。おっ、反論きた。違う、そういう意見もありますよねってごめんなさい勝手な私の共感でした。本ごめんなさい。で、この本でずるいのが、まあ、僕もやるんだけれども都合のいい文献を取ってきて自分の理論に合わせて使うんだよね。あ、そうですか。でそうすると、まあ、あんまり深く考えない人は、あ、本当だ、人生の最後に考えることは自分の好きなことを生きることなんだ、エッセンシャル思考最高ってなっちゃうので、ちょっと待てよ思っちゃう、思っちゃう、これ読んでたらなるほどって思っちゃう。ただなんか最初に疑問だったのは、この人なんか CEO なんですよ、うん、書いてるこの人は CEO ね。で、うん、この書いてる時点でなんか後悔したことみたいな、エッセンシャル思考に至るきっかけみたいなの書いてて、はい、その時はなんか自分は役員だったと、ある、はい、まあ、会社ので、なんか妻に子供が生まれて金曜日だったと、その日は、うんうん、でなんか会議があったと。でも僕が、ね、その時絶対やらなきゃいけなかったことは、妻と娘、生まれたばっかりの妻と娘のそばにいることだったのに、僕はその2人を置いて会議に出たと、うん、でそれをなんか後悔してるんですよね、この人は、はい、それは別に必要なことじゃなかったと、一番重要なことはそっちじゃなかったのに、はい、でなんかそれで出た会議で成果があったかといえばなくって、うん、クライアントからもなんかそんな、なんかいまいちな印象を持たれ、重要な家族を置いてきて感謝されるかと思えばそうでもなくって、うん、だったらやっぱ7つの習慣のようにバランスを取れってこと、うん、だから分かった、結局は、うん、同じ、よく言う一番嫌なことを言う人がいて、うん、なんだろう、それと同じこと言ってませんねうるせえみたいな、あるけど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 、
その7つの習慣も多分エッセンシャルな、うん、人生の役割みたいの以外はやるなってことはありますよね。うん、7つの習慣 であることにおいてあることで、重要っていう軸と緊急っていう軸、縦軸が重要で横軸を緊急に置いてるんですよ。はい、で人は緊急に合わせて仕事をしてしまうと、うん、だから重要で緊急はもちろんやります、はい、重要じゃないけど緊急もやります、うん、で重要でもないし緊急でもないってことは当然やらないんだけど、重要でかつ緊急じゃないこともやらないらしいんですよ。わかります？うん、重要なのに緊急じゃないからやらないってこと？そう、緊急じゃないことはやらない。だからそれはその会議は、うんうん、重要じゃないけど緊急なんですよ。あ、そうですね。で家族をケアすることは重要だけど緊急じゃないんですよ。うん、なるほどなるほど。でそれが問題だって、スティーブン・コビーさんは言っていて、うん、なんか聞いたことあるんですね。ありますよね。そうそう、だからその緊急なことに埋め尽くされるのが多分非エッセンシャル思考なんですよ。うん、あ、そうそうそう、これですね。差し迫ったものからやるっていう、うん、で7つの習慣ではミッションステートメントというのを最初に決めろって言ってて、それが、自分とおいて何が重要か、生き方によってやっぱり同じこと言ってる。明確な目標を定めろって。そう、明確な目標、しかもそれは人生においてのライフ、なんだろう、生きる、センテンスみたいな、私は人のために役立ちたいとかいくつかあるらしいんですよ。それを決めたらそれ以外はどうでもいい、うん、だそれはエッセンシャルっぽいもんね。そうですね、うん、似てます。似てるかも。はい、じゃあちょっとあの流れで言ってもいいですか。はい、あのなんかエッセンシャル思考のクローゼット整理法ってなんかクローゼットの整理に例えてるんですよ、エッセンシャル思考を。うん、でなんか一旦一回整理して やってよしって思っちゃダメだって言ってて、うん、そのずっと整理し続けられる、ずっと綺麗に保持し続けられる仕組みを作らなきゃダメだよって言ってて、うん、まずそのためにはその、まあ、問題を評価して、それが重要かどうかっていうのを評価するんですね。でいらないのは捨てて、であと重要な残ったのは、実行するっていうことなんですけど、うん、それを行動仕組み化しろって言ってて、うん、で、まあ、エッセンシャル思考 その基礎となる3つの考え方なんですけど、はい、1番が選択、うん、選択の説明としては、私たちは時間とエネルギーの使い道を選ぶことができる、だからこそトレードオフを引き受けることも必要になる、このトレードオフっていうのは何かをあの選ぶと別の何かは選べないっていう、はい、この交換条件、はいはい、仕事を選ぶと結婚ができないとかね。そう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 、はい、そういう感じです。で、2番がノイズですね、うん、世の中の大半のものはノイズである、本当に重要なものはほとんどない、だから何が重要かを正しく見極めなくてはならない、うん、でこれはなんかあのこの人の経験だったと思うんですけど、なんか最初はなんか新聞配達のバイトをしたことがあって、はい、この人はなんか、うん、幼い頃に結構なんか幼い頃にやったって書いてて、その時は1時間でなんか1ドル、はい、1時間で1ドルって安すぎますね。100円ですね。まあちょっとあの、まずちょっと分かりやすくするために1時間で1ドルにします。しましょう、うん、でもある時なんか気づいて、うん、この1時間で新聞配達のバイトは1ドルだけど、うん、隣の家とか他の家 の車を洗ったら1時間で2ドルっていうことが分かったんですよ、ね。うん、真っ先に気づくよ僕は。バイト探しも出してみてる時点ですけどね。うん、そうですよね。いいよ、うん、そうだからその時間と成果の関係、はい、でこの人が言ってるのはその時給ってことじゃなくって、はい、時間に対して、その次はなんかそのさっきは洗車になったんですけど、うん、今度は1時間で9ドルもらえるコールセンターのバイトをしたわけなんです、うん、はいはい、でまあなんかあの契約の、うん、関係で、まあ、例えばじゃあ CATV だったとして、うん、CATV の解約のコールセンター で解約させないことが一番重要なわけですよね、その仕事では、うん、はい、でそこで、自分がその出せる成果、その9ドルっていうことじゃなくって、その1時間で出せる成果で一番重要なものは何かっていうのを考えたらしいんですよ、うん、そしたらお客を解約させないことだっていうことに思い立ったらしくって、はい、で そこに注力したら会社に貢献することができて、さらになんか報酬ももらえたと言ってて、うん、分かるよそれね。そうそうそう、だからコンビニに行ったらここに置いた方がおでん置いた方が売れるんじゃないですかとか言って売れまくっちゃったら、よりこうチーフみたいに上がってくる。そうそう、でもそもそもコンビニじゃないんじゃないかみたいな。そういうことでした、はい、うん、で3番がトレードオフですね。全てを手に入れることはできない、何もかもやるなんて不可能だ、
何かを選ぶことはすなわち何かを捨てること、どうやって全部終わらせようかと考えるのをやめて、どの問題が一番重要かと考える。それ以外はやめろってことね。うん、婚活だとどうですかね。うん、婚活だろ、だから結婚しよう、やっぱさっき言ったような結婚に時間を、婚活に時間を使うべきか、うん、仕事に時間を使うべきかっていうのはやっぱそこ重要ですよね。うん、そうですね。あとなんか婚活の方に、例えばじゃあそう分かったから、仕事とその婚活のバランスをとって、まあ、婚活が重要だって思って、うん、婚活やりだしたとするじゃないですか。はい、婚活もいっぱいあるじゃないですか、その婚活アプリ、ね、うん、まあお見合い、相席居酒屋とか、うん、いろいろある、合コン、マチコン。でもなんかその婚活してる中でも一番その結婚に結びつきやすいっていうか、まあもし結婚がしたいんだったらね、婚活の中で結婚することは、まあ、なんで婚活してるの。そうなの、だからなんか闇雲にそのマチコンばっか行くとかじゃなくって、結婚に一番結びつきそうで誠実な、結婚に向いてる男性がいるところの方に注力した方がいい。それはどうやって知ればいいの。それはでも紹介書じゃないですか。あ、そう、人によるんじゃない。でも そういうところにいる人が自分のタイプかどうかとかもまた別ですもんね。そう、あとは婚活市場ではあんまり選ばれない女性とかいますもんね。あ、つまりそのお見合い市場では選ばれない女性とか。うん、まあそれともかくとして、そういうのも考えて一番自分が向いてるところに行くべきだと、うんうんうん、行ってみないと分からないっていうのもあるけどね。でも行ってみて分かったらそれやる。それや、だから余計な、だからそのお見合い そのおばちゃんと仲良くなったけど、やっぱやめますみたいな、はいはいはい、そういうことですよね。そうです、うん、なんか博士 あの書いてるプロトコルを最近また読み返したんですよ、うん、悪いねそれ。申し訳ないね。いやいやいや、あの男性が女性に求める4つの価値ってあるじゃないですか。ありますね。性的な魅力、パートナーとしての魅力、はい、結婚相手としての魅力、自由を邪魔しない魅力でした、ね、はい、そうです。で、それをなんかその自分がどれに秀でてるかっていうのを考えて、うんうんうん、その市場に行くっていうか、それを求めてる人が多そうなところ。そこまでできたらすごい人それ。そうですよね、まあ分からないですもんね、どこに誰がいる。そこまでできる人は結婚できる。確かにね。あの婚活って自分が最終的に結婚したいって思ったら重要度高いですけれども、うん、緊急性って仕事に傾いてしまいそうです。確かに今すぐ結果出せみたいなね。なんかね、そこいらへんどうすればいいで。でも緊急性ありますよ、だって年々年取っていくわけですから。あれで緊急ですよ、それは。でもなんで周りその求められる会社に行った時に、今すぐ妊娠しろなんていうのはないですけど。そっかそっか。会社なんて絶対個人のことなんて全く考えてないからね。考えてないですね。うん、あなたの人生は知ったことかみたいな。会社に貢献すればその代お金を払うけどだけですもんね。うん、一つまあその仕事を頑張ってる人は本当あの何も考えず素晴らしいと思うんですよ。かけ根なしに本当に素晴らしいと思って尊敬するし、女性でも、はい、だけど。なんか一つ言えるとしたら、どんなに成果とか上げてても代わりはいくらでもいるんですよね。そうなんですね。仕事って別に誰か他の人でもやれるよって。やれるんです、うん、明日辞めても別に困らない。ちょっと困るけど、あんまり困らない。そうそう、だからそう考えると、でも自分の人生は誰も面倒見てくれないから本当に。そうそう、まあ、結婚ってまさにそうだと思うんだけど、人によっては初めて自分が操縦席に座る時なんだよね。それ以外は放っといても、うん、まあなんか、うん、勝手にエレベーター形式でね、頑張ってる人がうまくいっちゃったりするけど、うん、急になんかあなたが、選択してあなたが責任を取るになっちゃうよね。結婚とかになると。シビアなんですよね。だってと年齢がいけばいくほど可能性は減っていって、はい、後からこうしとけばよかったって言っても結局結構ね、後の祭り的なところもあるじゃないですか、うんうん。まあ、そこで言うとね、さらに難しいというか、もう一個軸があって、あの結婚できないと分かったら結構楽になるというか、うん、幸せで考えるとどんな選択をしても実は構わないっていう、うん、なんかそれで言うとね、僕はそのあと大学で講師をしていた頃に、あるジムのおばさんを、助手席に乗せて、その大学に車で向かってたことがあったんですよ、うん、はいはい、その話聞きました。聞いたことないな。でその時に、僕は実はあのこの道で行くと3分くらい早く行けるんですよって言って近道を運転したんですよ、うん、そしたらそのジムの人が、近道で行く必要ってあるんですかって言われたんですよ。その瞬間にこうなんか僕はそのなんか目から鱗が落ちた。そもそも、最高の